ということで、僕は食べ終わったんで、みんなの、セコンド業に回ります。コウさんどうですか？誕生日ということで、今日ハッピーバースデーということで、ハッピーカツカレーです。文太さん。はい。今日もキックボクシングの練習、一生懸命やりましたね。頑張りました。高則さんも頑張りましたね。頑張りました。コウタさんも結構頑張りましたね。頑張りましたね。100発ぐらい、100発じゃ効かないですね。1000発ぐらいキックパンチ打ちましたね。打ちまくりましたね。どうですか？みんなもう帰りますか？いやもうちょっと。腹減っちゃったんで、ちょっとカツ丼食いに行きたいですね。あ、コウさんどうですか？俺ちょっと今日カレーの腹なんだよ。カレーなんだ。普通そこカツ丼じゃないんですか？カレーしいやそこカツ丼でしょ。カレーしいや俺譲れねえわ。そこちょっとしても譲れねえわ。ちょっと何がいいですか？いややっぱカツ丼です。カツ丼ですか？だね、いいとこがあるんですよ。どうすか？カツ丼とカツカレーを合わせたバンライって店があるんですよ。おう行ってみますか。あ、高森さん、とんかつとカレーが合わせた。じゃあ、コウタさんと文太さんが喧嘩しないで済むってことですね。そうです、はい。カツカレーの店があるってことですね。コウタさん、それでもいいですか？でも最高。文太さんもそれでもいいですか？よろしいでございます。はい、じゃあみんなでこれから食べに行きましょう。水がかかります。水がかかります。チャーハンの写真もあるんですね。今客が抜けてるから大丈夫ですか？最初に強いです。はい、とんかつ50分かかる。ゆきさん、はい、カツカレー食べる意気込みをちょっとお願いします。タイ料理からちょっと今日リベンジになるんですけど。今日はビーストモード出して食べきろうと思います。マジですか？はい、せっかく柏崎来たしね。そうですね。ムトさんどうですか？ムトさんの実力をそろそろ見せると聞きましたね。そうですね。ブンタファンが今日は納得してくれるんじゃないですか？まあ、ここはね、紹介者ということでやらせていただきたいと思います。コウさんどうですか？今日は誕生日っていうことで、これそうですか、カツカレー余裕でいくでしょう。今日は人のペースに左右されずに、自分のペースで行くことで。今日は、タイムないですからね。歌詞に行くんで。今日はでもいい記念日になりましたね、これね。そうですね。いい誕生日迎えられて。誕生日にほら高野さんと一緒に過ごせたって、これラーメン王と過ごせたって結構大きいですよ。高野さん、なんかお祝いの言葉お願いします。なんか言ってください。俺もそう思った。全てなんか言って。高野さん、ちなみに何をオーダーしたんですかね。実はチャーハンですね。なるほど、チャーハンですね。今日肉。これ勝つ食べて、試合も勝つでしょ、これね。来週の試合勝つでしょ、これ。来週早いっすね。早いね。そうですね。時が経つのは早いね。タイムイズマネーだね。もう来週試合するんですか。トマさん、試合についてもなんか、ことでなんか、激励のメッセージ。全然僕が言うことは。もう、いや、頑張ってくれとかだけでいいんで。ぜひ頑張ってください。じゃあ、当日行きます。見に行きます。待ってます。はい、じゃあこれは高典さんが頼んだ。高典さん、これ何を注文したんですかね。チャーハン、そうですね、聞かなくても分かりますよね。チャーハン、高典さんのチャーハンです。チャーハンはそこまですごい量ってわけではなさそうですね。で、これが高典さん、これは何でしょうかね。肉炒めですかね。そうですね。サービスしてもらったんです、ありがとうございます。煮込みです。美味しそうですね。まそうですね。お、誕生日のコートさん、これ誕生日やっぱサングラスですよね。ロックモード。じゃあみんなでこれね、いただきましょう。高野さんもこれね、すみません、俺が勝手に取りますけど、はい、食べましょう。はい、中心に。コウタさん、事件ですよ。事件ですね。文太さんのお腹触ってますけど、事件です。なんとね、高野さんが完食しましたよ、チャーハン。余裕ですね。高野さんすごいんじゃないですか、もしかして。フードファイターじゃないですか。ちなみにどうですか、お腹の今何割ぐらいですか。7割ぐらいですね。高野さんすごいな。文太さんどうですか、食べれそうですか。まあ、そうですね、頑張りたいと思います。コウタさんはどうですか、今日誕生日だと思うんですけど。誕生日なんでいけるでしょう。余裕ですか。まあ、余裕ですね。実際対面してみてどうですかね。結構インパクトはあるでしょう。ゆうきさん、これ実際対面してみてどう思いますか。もう香りで余裕な感じがします、ね、なるほど、これはタイ料理のリベンジ間違いないですね。はい、大丈夫ですね。高野さん、これどうですか、見て。高野さん食べたくなりました。そうですね、まあ、そうですね、めちゃくちゃうまそうです。じゃあみんなそろそろいただきますからね。ちょっと待ってくださいね。じゃあね、ハイガーアッパーカット、竜巻旋風逆、ハイガーアッパーカット、絶対完食で。文太さん、はい、意気込みを。まあ余裕がすることで
じゃあ、コトさん、誕生日のコトさん、店に行きますでしょ。僕も間違いなく食べます。はい、じゃあみんな食べましょう。いただきます。さあ、カレー系なカレー系なカレー系なしかも肉分厚いですよ。いいっすね、これ肉すごいっすね。いん、取れてます？うまい。あ、もう最初ソロですね、ソロ。いただきますいただきます。おっと、おっと、足開きすぎましたね。水の中に行ってもらえればガンガン持ってます。どっからすぎればいいかですね。二重状態だね。肉が持ってもいいですね。めっちゃ分厚いっすね、肉。うん、おいしい。うまいね。何でしょうね。肉うまいね。ご飯がうまいのかな。うん、ありがとう。
すごいですね。さ、普通のプスプライムさ、ガチで楽しいですね。素晴らしい。最初に言ったのね、大失敗だった俺。反射反射ということで、ごちそうさまでした。始めてください。あとは、みんなの応援もあります。次回は、ぜひとも大盛りを食べたいと思います。そう。風邪か。
ということで、僕は食べ終わったんで、みんなの、セコンド業に回ります。コウさん、どうですか？誕生日ということで、今日ハッピーバースデーということで、ハッピーカレー、ハッピーカツカレーです。どうですか？コウさん、どうですか？今日、コウタさんの誕生日ということで。そうですね、ぜひともコウタさんに感謝していただきたいです。ユウさん、どうですか？これ、コウタさんには親友のコウタさんの誕生日ですけど、感謝してほしいですね。いきますよ。家でカレーとか自分で作るときありますか？全然ないです。ないですか？文太さん、家でカレー作るときとかありますか？まあ、時々ありますね。何カレー作るんですか？ルーは何使ってんですか？バーモンドですか？ジャワですか？星のオイルですか？バーモンドは中辛ですか？大辛というか、辛口ですか？それでも甘くてですか？一応中辛を。なるほど。日本人的な思想でいきますけどね。文太さん、自宅で、食事とかやってますか？ありますか。羨ましい家庭ですね。温かい家庭ですね。どうですか、みんなのこの戦いを見て。高森さんもちょっとむしゃぶりしちゃったじゃないですか。そうですね。厳しいっすけど、でもまあ頑張ってください。どうですか、今日、高森さん、コウタさん誕生日なんですよ。はい。高森さん誕生日いいですか？そうですね、6月です。21日。その時も来ましたね、今。そうなんですか、ね、来るんですか。誕生日も、すごい恒例だ。いや、僕も大盛り食べます。ああ、そうです。大盛りさんの時はもう大盛り食べますね。ありますからね。映像で残ってますか？そうですね、映像で残ってます。完全な証拠があります。ルタさん、誕生日はいつですか？7月9日です。おお、今日ですね。6月9日と連発で大食いがあるんですよ。嫌ですよ、やばいですよ、それは。普通に食わせてください。やばいですよね。寂しかったんだよね、最後に肉がなくなるとか。もう3切れぐらいあったよ。すごいっすよ、本当に。すごい、ここまでやったの、本当にすごいっす。最後、うまくいますか？なかった。カツ終わってるもんね。そう、それが、うんたの、すごいっすよ。そういう食べ方。その食べ方もすごいっすよ。人生と一緒ですよ。私はもう、堅実さに行かない。もう、ご飯だけ全然行けばもう終わりっていう。堅実なのこれ。堅実ですよね。クランスですよね。苦手な、もう、なんか、腹にくるものを先にも処分してくれる。腹にくるものを食うっていうのは素晴らしいですね。実はそんな調整しなくても絶対食えてきそう。普通に。いや、それはないんだよ。胃の容量自体は小さいので、いろいろ小さいです。ああ、ペアですね。ペアですね。ペアにきつかったですよね。ゴールが近いですね。そうですね。めちゃくちゃ近いですね。これ結構、まあ、いけますよね。時間制限ないです。すごいっすよね。すごいっすね。すごい実力見せましたね。すごいっすね。すごいっすよ。すごいっすね、これ。本当すごいです。この人ってすごいでかく見える。でかいっすね。オーラみたいなもんですよ、これね。ブタさんとかみんな強くね、強いからでかく見えるみたいなもんですよ。アンデルソンカツみたいな。これがね。ガチな話、誕生日で真面目な話でですね、尊敬する格好を教えてもらっていいか。いや、もう堀口教授。いや、もっと有名なんですよ。なんかボクシングの。そっちっちゃっていいですか、本当に。金のチェンコさんなんですけど。ゆうきさん、好きな格闘を教えてもらっていいですか？もちろんチェンコですよ。金チェンコさん。はい。中村さん、好きな格闘を教えてもらっていいですか？僕チェンコさんなんですよ。どんな人なんですか？いやー、何回か会っただけで。いや、すごい人。でも惚れたんですよ。やばい人ですね、やばい人です。すごい人ですからね。本当ですね。いい人ですからね。コウタさん、マジで、コウタさんがもし女子だったら、チェンコさんとデートコースで行きたいってことってどこですか？まずバンライ来るじゃないですか。タイ料理バンライ、法政丸ですかね。いっぱい食べるとこ。全部チェンコなんか食ってくれるんで。ちょっとね、優しいですからね。男にも優しいですよね、チェンコさんね。真面目にね。後輩にすごい優しいよね。ゆうきさんなんかすげえお金もらったもんね。マジもらったね。結構大金もらった。500円もらったけど、美味しいもん食えなかなか、なかなか難しいですね。今食べてるよ。なかなか難しいですね、500円で。美味しいもん。今日飲みます。うちもが本当に後輩にすごい優しい。ぜひとも買っちゃいたい。500円じゃなくてね、500円でね。ウミトさんももうちょっとね、
本田さんが一番最近食えなくておかしいからね、数字合わないからね。いや、こっちが勘弁の肉止まれんですよ。肉でか肉でか、もうやばいですね。これくらいのカツやっぱいいよね。食った感はあるね。もう一点あるんですね、おもり。なんか苦しいと思って、ベルトが締めすぎて。おお、ビーストモード。今撮影できるようにしてる。撮影範囲内で頼む。そうですね、やばいのもちろん。おかしい、おかしい、おかしい、おかしいじゃないでくれ。あの人みたいにおかしいね。おかしい、収まらないけど。これどうですか、やばいの話。マジですか。でもカレーが思ったよりも高いよね、他の食べ物比べたらね。それは今日また、うん、カレーは、チャーハンも買い方に入りますよ、スッと。いや、スッとは入んないですよ。やばいね、それゴールドも見えたからね。大丈夫でしょ。これ飲み込んだらめっちゃいそう。あ、ありました。水飲みます？水ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、OK です。はい、ありがとうございます。呼び水、呼び水、呼び水、呼び水。しいっすね。すごいっすね。すごい。進化見ますか、ここはちょっと。まあ、巻きますか、最後。ヘルプが。進化がいろいろヘルプが。すごいっすね。ほんとすごい。ほぼ終わってる。顔やばい。顔やばいけど、すごい。今度ですね。ここが聞かれたんですけど、今日参戦予定だったんですけど、彼女とのデートとそのカツカレーで彼女を選んで今日欠場したグレート佐藤健介さんに一言お願いします。佐藤に未来はない。いるのが大変だよ。いるのが大変なんですか。素晴らしい。親友のゆうきさんも飛び降りましたよ。ビーストしげえな。見せられましたね。すごいですね、男ですね。俺がまだアニマルだってことを見つけられました。アニマルとビーストの境目ってどこなの。わかんない。動物っていうか獣っていうみたいな感じだ。気性がないかな、ないかな。ビーストがなってイメージ的に。ビーストの方が精神年齢。運転大丈夫ですか。運転やばいっすね。どっかで休憩したらいいですね。はい、頑張ってください。グレートサタムンタさんでもちょっとこうじゃない。そうですね、グレートサタムンタさん頑張ってください。これいつからそれさっき2分前ぐらい。おー、すごい素晴らしいですね。結構頑張ってますね。社会よりから考えたら相当頑張ってます。今日みんな、やっぱりみんな拍手がダメだったってことか。あ、そうですね。今日も、俺もパッタだから。今日は証明できたんですよね。本当に証明できたのは。ちゃんと今日ね、食べてますからね。やばい、動けないよ、みんな。自分に余裕。いや、証明しんどいです。やばかですね。ペースを守って確実に出すもらってます。ペースを皆さん入るのも早いぐらい。俺水しょ。いいっすよ、全然2個ある。さっき渡ったんで、読み読み渡ったんで。周回したら。
お素晴らしい。来ましたね。感動はないです。もう普通みたいなのがある。コータさんが来たら感動だね。グレートサタコータさんが来たら、ちょっとロゴが合わないね。グレートサタコータさん。サタとコータがただただ終わりじゃない。その話してる前にこうなってくれないとですね。グレートサタ教授。それ結構ボロいですね。ボロいになるためにこれ食わないといけないじゃん。やっぱ教授になるんだったら。ラーメンは好き。ラーメン。ラーメン食ってきました。ラーメン食ってきましたね。前回行けますよ。バカやんだよ。2階からラーメン。親子ラーメン。1200円。1200円ですか。ガチなところでどうでしたか。ブタさん今腹何割ぐらいですか。ガチで。いや、ぴったり 9.9 割ぐらい。ぴったりじゃねえじゃん。ぴったり。いや、もうほぼぴったりなんで。しっかり満腹です。ね、文句なしです。ゆうさんも 9.9 割ぐらいですか。そうですね。でも、アイス食いたいですね。なるほど。アイスは、めちゃめちゃわかる。それは確かに。めちゃめちゃ別腹だ。ね。そうなんですよ。腹を触ってくれた代わりに逆に背中を誘って、まあ、まあ、また火を燃えさせると誕生日なんで今日大丈夫パワー倍になってるやばかっただけでした。誕生日誕生日の理由にめちゃめちゃ追い込まれてトレーニングですよ。いや言うとこれ結構トレーニングになるんですよ、ね、まあ、そうなんでかい体ってそうなんですよ。やっぱ食うのは本当にでかいですよ。自分も、あの、子供全然食えなかったので、何回も分けて食って、胃をだんだんでかくしてってのやってますから。しかも、カツアと一切残ってるんで、なかなかでかいの、ね、カツ爆弾きましたね。これ、手助けとかありないやつですか。本当に良かったら、まあまあ。まだダメでしょ。まあ、本当に良かったら、手助けね。僕は行きます。僕も軽く。はい。まあ、頑張れば、ちょっと。マジか。カツ1つぐらいは。カツ一つ。おお、カツ一つくなら僕全然ご飯食います。もしかして狙ってた？え？狙ってた？なことあります。むしろね。むしろ。ほんま全然食いますよトマトは全然。頑張りましょう。あのポーズ出せよ。ビリヤード。二武器。これでもいけるし。ご飯ですね。なんか明日の明日のトイレが面白いことになりそうだ。その胃腸が本当にやばいですね。また胃薬を飲まないと本当に胃腸がね、クソザコでね、あのこういうデカ盛りをね、食って次の日は、ね、大体面白くなるんですよ。俺食ってるの。ちょっとあれはあかんです。8時10分ですね。もうダンス踊れるぐらい余裕があるわけですよ。ね、もう食い終わったら結構たったんだな。心配だもん。いやー、きつかった。いやすごいです。ほんとすごい。トモさんはいけなって思ってます。トモさん、次の終わりですね。多いやつぜひ。いけましたね。いけました。強がってるわけで、なんか、いけそうな感じ。冷静に分析していけましたね。次何キロでしたっけ。3キロ、1キロです。これ2キロですか。いきます。これ2、これ2で、ね、これの1段階大盛りが3キロ。いいです。私の出そうですよ。やっぱり私の胃袋のこの限界値があれですね、この辺ぐらいですね。これのプラスアルファぐらいですね。正直、でもまあ、あの大学の時より大学の時と比べて、あの胃の限界値があの減ってないことを喜ぶべきなのか、増えてないと嘆くべきなのか。はい、これ、これ動画に、動画になぜお、もうあ、それもろかすときで、あの、後々死にますよ。後々死にますね。絶対死ぬやつ。お、リナップだけか。車酔いが怖い。そうですね。車の最後ね、あれですね。運転も、運転もないんで。大丈夫ですか。運転するとき俺言わないんですよ。まあ、確かに人が乗るとめっちゃ怖いんです。マイナスね。マイナス、マイナス。帰りあんまり早いしないでいただきたい。早い、早い、早いで、ね、時間がいっぱい。ハイウェイはどうしようか。ハイウェイやばかったっすから。何言ってきたんですか。ハイミョン。ハイミョン。マリーゴールド。マリーゴールド何を回復してるんだろうか。結構呼んでいきましょうか。何してきたよ。
すごいっすよ、でも半分いきましたからね、全然。バカバカ殺す気か、お前ちょっと、ね、やられたかいお返しをね、序盤にやられたお返しを今やるの、今高森さんいけたんじゃないですかね、高森さんも僕もチャーハン見せに来ましたかもしれないっす、ね、あそれは何気に高森さん食えるってことが最高判明しましたね。あでも腹ちょっと回復してきましたね。頼むんですよ。いや、これならいけます、多分肉先に過ぎたらご飯だけだったら髪なんかいけそう。やばかったらいけません。あとですね、食べちゃうんだよね。2個行きましたからね、次に。だからね、俺はね、完食するまでは食べないと思ってた。ああ、やってます。その辺でね、先生の、あれが。勝負のね、やっぱ鉄則はね、油断はしないという。ギブするか、戻ってきた。終わりますよね、これ勝つよ。マイコールドちゃう。違う、だからもうちょっとなんですね。そうなんですよ。もうちょっと。そうですね、もうちょっと。ここは根性の出し所で、ここで行くか、ここもうかけれなしの根性垂れ流しでいいかって、タップするか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 、タップしないと、ダサいです、壊れちゃうからね。いやいやいや、タップ前ですよ。これタップね、ファイアタイムです。おお、これね、これ一応職場にも響くんですよ、5時だと。シノンあれだね、4時か、4時だと。味変ってもありですよ。あ、確かに味変した方がいいよ。味変したほうがいいよ。味変にした方がいいよ。多分味変になるよ。味変にしたらちょっと刺激的すぎますからね、ちょっとね。2つの意味で味変になる。2つの意味でちょっと刺激的ですね。マヨネーズも入るね。あー、でもそれちょっと逆に味じゃないですか。油でちょっとソース油分で食えるね。醤油でいいですか、醤油で。お、なめたトモさんすごいっすね。いや、トモさんはおかしいですよ。サーファーでよかったっすよ。ガンガンいきますよ。でもやっぱりここラーメン屋だっていうんだから、あれタップしそうだな。あれ、あれタメオミにまさかの気合い見せてくださいよ。最先悪いっすよ。嬉しすぎちゃっていいですよ。でも生まれ変わりでしょ、新たに。新たに扉を開けていいでしょ、これ。マリーゴールドになりたくないんすよ。マリーゴールドになるもんなんだよ。これ、親友のチェンコさん今頃泣いてるかもしれないですよ。じゃあいいや。チェンコならいいや。終わりますよ、チェンコさん。これダメ。カツが終わりますようにってなるじゃないですか。もうちょっといくか、タップするか。15分ですね。15分。入れてない。あれ来てくれば飛び越えるできますからね。そこは地域的な意味で流れる。そうなんですよ。あのこっちだと、あの川東方柏崎って言うんですけど、自分の職場だと広報泉崎になるんですよ。へぇー、プレイプレイが多い。なんか柏崎だからだと思いますよ。どういうこと。なんか柏崎はそういう話は同じなんです。なんかそうだね。っていうか、大体なんか日本海面してるところ、大体なんかそういう話が結構あるじゃないですか。なんか前に、あの大学の時に聞きましたけど、なんか新潟って北朝鮮に連れ去られるんでしょうみたいな話だけど、何年前の話だった。何年前の話だった。腰伝説系、腰伝説系ですかね。やっぱ危ないんでね、格闘技遊ばないとね。ちょっと軽く鳴らしましたよ。ちゃんと撮影されたね。超高度さね。ちゃんと5回ぐらい連続でやる。最後スローにしとくから。割とマジでやってほしい。いつも通り割とマジで普通にやってほしい。それだけのアップもするかもしれない。いや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 、ファンが増える。どこに需要あるんですか。純度高めのいじめが。そうっすよね、普通にもういじめの域。おおっと、もうもうやばいな、やばいな、このトロやばい。俺、完熟しなかった。生まれ変わってチェンコです。じゃあ俺、むしろ光栄ですよ。見てるのジャケット買ってくるよ。いや、さすがにこのままだとチェンコですよ。いや、チェンコさん、ちゃんと応援してるよ、ガチ。絶対応援します。ふざけてるでしょ。いや、そりゃふざけるでしょ、こんな状況。めちゃめちゃに笑ってらっしゃる。いや、ぶったくん、ビュートやばいっすね。何ですか。いや、今度ガチ頑張りましょう。アッキーナ応援してますよ。タッキーも応援してますよ。いや、もう絡んだことない。タッキー大学一緒じゃないですか。かぶってないですよ、まだ。タッキーある後輩じゃないですか。
正味マジレスするともう勝つの方からいっちゃった方が早い気がするんですよね。もうそっちの方がまだ勝つに入らない、ね、入らなそうか、どうなんですかね。そっちが一口一口でもういっちゃいそうな感じ。そうなんですよね。ああ、それは分かります。確かにそっちの方がチェンコですね。俺も好きっすね。いや、みんな好きなんですよ。好きですね。みんなチェンコさん大好きなんですよ。使い方分かってきたね。分かってんかよ。俺も分かってるよ。分かってるよ。みんなすごいですからね。あの皆さんがあのボケるパターンをあの吸収してそこから導き出された答えですからね。チェンコだね。ここはね、やっぱりね。カクテルチェンコな。いや、頑張りましょう、本当に。アッキーナ応援してます、ドーナツ売りながら。アッキーナ。送ってドーナツ買いに行きましょう。そうですね。頑張りましょう。頑張れ、チェンコ。笑いすぎるよ。長いアップですね、よ。ね、チェンコさん、マジでジム入って何ヶ月ぐらい。いや、知らないんで。こんな感じで。チェンコさん、俺とチェンコさん、1月。同期、同期。最近なんですか？割と最近ですよね。最初だってね、経歴一緒だから戦うとか言います。だから最初なんです、最近ですね。ここまで、あれですよね、もう。2ヶ月はですね。かなりの死因のはずなのに、ここまでにあのネタとして浸透してるってすごくないですか？閉店は40分。お、ダメか？このままと。デザートないでしょ。デザートないでしょ。デザート買いからあるんでしょ。いや、コンビニなんですよ。それにしたらちょっとストロングスタイルすぎるな、それ。買いからあるんですよ。何なんですか、買いからあるのよ。チャーシューがおそらくラーメンだと思いますよ。そういうことなんですか。ラーメンって言ってましたもんね。ラーメン、ラーメンって言ってましたからね。ラーメン食いたい。次ラーメンですね。次ラーメン食いたい。次ラーメン食います。大盛りラーメン行きたい。大盛りラーメン、ここもちょっと怪しいですよね。怖いですね。まず普通にちょっと感覚つかなかったですね。親子ラーメンではカツ丼がついてくる。どうなんだろう、親子ラーメン、親子丼がついてくる。親子のラーメン。お、ラーメンなのか。腕ひしぎいっちゃう。もっと片方ね、片方ね入りますか。タップするか。お、ああ、入りますよ。さっきの話もあのあれでしたよね、ちょっとね、あの正午ご飯から行っちゃった方が良かったかもしれないですね。一番最後に残ってさ、何から食おうがさ、残るのが変わらない。やばいのはやばいっすね。いや、そうですけど、カツ行って、でご飯から行って、で最後にね、あのキャベツだけが残るぐらいにすれば、多分一番楽なんですよ。多分そっちの方が違う。結構ルール大変そうだよね。そうだよね。そっちの方が違う。すいません。そうっすね。しかも。そうですね、そこは全部すごい辛抱できた。大丈夫、まあ、ちょっとネタこすりすぎるかな。ちょっとね、チェンコ動画見るからね。あ、そうなんですか、チェンコ動画見てるんですか。やばいっすよ、もう熱キャンだよ。まあ今度あのジムで一緒にこれ雨降ってきましたね。雨降ってきたっすね。マジで雨降ってフォローに入った、フォローに入った、フォローに入った。めっちゃいい人ですね。そうですね。いや、あの言うて、今度あの前の昨日あの前の練習の時に会った時にも、あ、水曜日かな、そうです、そうです、やった時にもあの動画撮ってる時に、あ、この人いい人だわっていう風にもあの皆さんで話してる時にもうなんか分かるじゃないですか、伝わってくるよね、いい人かな。どう思いますか、急に2人がなんか守りに入って持ち上げられたところ。チェンコですね。男ですわ。俺が守る。ジュンさんもちょっと本当の気持ちを。緑のジャンパー似合ってるぞ。なんだろう、なんか。飲み会の後半のノリ。すごいことだね。飲み会の後半のノリだよ。いや、俺もちょっと無理だ。無理、ギブ？今なんか耳を疑うような。ギブ？いや、マジ無理だもん。タップ？見てみたい？それも飲み会やな。本当飲み会。しかも、しょうがない。ちょっと前の飲み会。しょうがない。いや、普通に自分これをされ続けて、あの育ってきた大学予想4年間だったんで。高則さん、え、2個ご飯ならいきますよ。タップしましたよ、タップいました。これはね、じゃあ、コウさんガチな話で、あの、カネチェンコさん、親友の本当仲いいカネチェンコさん、なんか一言お願いします。こればっかりはマジでお願いします。チェンコさん、なんか俺よりなんか強いって、なんかすげえ生きてたから、これ食ってそれ証明してほしいっす。おぉ、なんかそういうやつ引きずり込む。出たのなんか、あの、これが親友になりそうなカネチェンコさんに何か一言お願いしていいですか。
そうですね、あのとりあえず本当に申し訳ないと思う。守り入った。本当に申し訳ない。ケンさんも結構今も相当仲良いと思いますけど、チェンコさん何か。チェンコさんなら余裕ですよ。増えるってことですね。失礼しました。次回は本当チェンコさん減量終わればね、こういうの全然参加してくれると思うんで、ね、チェンコさんとこういうの行くの楽しみですよね。楽しみです。ね、遠足にね。笑ってくれないと思う。ちょっと。あります。じゃあ。まあ、誕生日なんでね、無理するとそうですね、あんまりです。愛人が起こったんですね。あんまりですからね。あの、低俗の奴らに無理やり壊されたからそこで、はい、うちらのまとめてディスってきたな。じゃあ、高梨さんからじゃあまとめて、はい、この感想をじゃお願いしますね。うわ、3人みんなのことも含めてお願いします。3人感触がすごいと思います、本当に。僕はチャーハンだったんですよ。はい、うまかったです。ごちそうさまでした。ゆきさんも、ちょっと今日トータルでの感想をお願いしてもいいですかね。意外にもっと余裕でいけるかなって思ったんですけど、さすがにビーストモードは出さざるを得なかったです、ね。あ、使ったんですよ、今日。使いました。使わざるを得なかった。結構使っちゃったんだ。使っちゃったんですよ。2点多いモードあるんで。あ、4000万の時それ絶対出してください。いくらそれぐらいの戦いになると思いますね。あ、まあ、はい、スクワッカー。じゃあ、5分ください。アンデソン・ブルトさん、はいはい、今日のトータルの感想ちょっと教えてもらっていいですか、まとめてもらっていいですか。そうですね、もうきっちりもう自分の胃袋の、許容量をしっかり丸々包み込むことができたんで。知れたので良かったですね。そうね。いや、ブータ今ルマさんの左側にいる大親友のユウキさんについてどう思いますかね。いや、非常にね、自分より普通に早くね、バカ食えるんで、多分一応は自分よりねチェンコだと思うんでね。ってことはあれですよね、真面目に格闘技の才能あるってことですね。そういうことですね。それがチェンコですね。これだけ一応大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。全部使いますけど、大丈夫ですか。自分で会った時は本当に土下座させていただきます。すいません、ノーカットノーカット主義なんで。ノーカット主義嘘偽りないけど、自分の主義なんです。はい、ポタさんも今日の、ね、主役、今日の会が開かれたのもある意味ポタさんの誕生日ってことがあったから今日開いたんですよ。そう、さっき偽りがないって言ったじゃないですか。俺これないって。これだけ大物格闘家を集めるの相当なギャラも発生したんですけど、スケジュールを縫って来てもらったんですよ、大物たちに。これやっぱりポタさんの誕生日祝いたかったからなんですよね。どうですかね、今日のトータルの感想は。ヘビーな誕生日。思い出になりますよね。コータさんが死ぬ前とかに絶対思い出しますよ。わしもカツカレー行ったんじゃんってなって。チェンコじゃってなるよ。多分やってるじゃねえかよ。じゃあ、コータさん最後、じゃあどれくらい残ったかだけちょっと確認しましょうから、みんなでね。何割ぐらい俺食ったんだろう。結構頑張ったんですよ、ね。7、8割ぐらい食えたから。そうですね、8割です。頑張ったんですよ。頑張って。8、9割じゃないすごいですよ。気持ちはわかります、うん。僕もチャイ料理の時、これぐらいの量が本当最後いかなかったから。絶対領域くらい。俺、いったね、どうして。すごいですね。これがガチでしょ。いや、マジで完食できてよ。僕たちも今日完食したじゃないですか。そうですね。ブルトさんは完食。ユウさん今日完食したじゃないですか。はい、この思い誰に伝えたいですか。この思いを。チェンコさんに伝えたい。高森さんも今日チャーハン完食したじゃないですか。この思い誰に伝えたいですか。もうチェンコさんですね。あ、本当ですか。コウタさん、はい、今日完食、あ、完食してないですね。完食できなかったですね。この思い誰に伝えたいですか。定番ですよ。マジチェンコ。マジチェンコ。愛されもんだな。コウタさん、じゃあ締めで最後、カネチェンコさんに最後メッセージ残してもらっていいですか。まあ、次一緒に行きたいですよね、やっぱこういうのね。カネチェンコさんの減量が厳しい、12キロの減量があるんで、ちょっとこんなに来てる場合じゃないんで。じゃあ、コウタさんガチでお願いします。チェンコさん、いつまでも逃げてないで、次は一緒に行きますよ。ハイガーカーカーヨガファイヤー。